強みたいだ。うわー、あれだわ、サルゲッチ思い出すわ。サルゲッチでなんかね、クランチで戦うキャラがいたんだよな。え、暗っ。何これ、どこ調べられんのこれ。あ、電気あるじゃん。なんかハエの光った。何これ、血ついてない、汚れた雨がっぱ。カビ臭くて鼻が曲がりそうだ。あ、カビか。めっちゃ虫たがってる、やだ。あ、あった、クランチ、クランチャンドル、いいじゃない、ゲッツ。金剛鏡、あー、どうしてこんなものが貼ってあるんだろう。うん、仏教の教えには疎いかな。そうなんだ、中国で主流、台湾で主流なのは仏教なのかな。ちょっとその辺詳しくないんだよね。石油ストーブだ、冬に使ってたな。仲間とストーブを囲んで話すのは楽しかった。わかるー、それいいよね。とりあえずじゃあ出ようか。よいしょ。さあこれでクランチャンドルをつけると。これは普通に使えばいいのかな？ん？あ、使いたいアイテム、あ、使いたいところでアイテムをドラッグする。見えてなかったわ。こうか。あー、面白い。あ、開くねー。よかったよかった。台風なのに勝手に開けて大丈夫なのかな？さあ、これで行くか。お。普通に学校からは出れたね。大丈夫だったのかな？でもなんかタイトルが変更だからさ、なんか後々そのままの通りやっぱ学校に帰ってきそうな気はするよね。こっちなんだ。行動を通れば近道だ。入る？一旦でもちょっとこっち行ってみようよ。あ、行けねえわ。近道通るんだって。もう近道以外認めないんだってこの子。怠け者だな。まあ、居眠りする子だからね、ちょっと面倒くさがりなのかな。だらしないのかも。あ、誰かいる。女の子だね。風の音がすごい。おお、びっくりした。さっきの子が入ってきた。あ、そうだね。誰だろう。すごいねっとりしたカメラワークだね。すごい、あー、動けるんかい。これは姿見だ。シャツの、襟がきちんと閉まってるのか確かめたくなるな。裾だったわ。なるほどね。これ上は登れない。あ、登れるわ。あ、すごい奥行きがある。ちゃんとここになんか書いたよね、また格言みたいなのが。あ、寝てる女の子だね。このなんかビートたけしみたいなの調べらんねえか。大丈夫？起きて。ここで寝てたら危ない。あ、起きた。うん、ここは行動だよ。君、舞台上で寝ていたんだよ。え？台風で午後の授業は打ち切りになったんだ。台風？僕もついさっき教室から来たばかりなんだ。ここで君に会うまで誰とも会わなかった。変だな、どうして私。とにかく帰った方がいい、暗くなってきた。雨もひどくなりそうだし。あ、ネックレスがない。ネックレス、え、私のネックレス見なかった？見てないよ。そんな、どこかで落としたみたい。あれ、大事なものなのかな。あれがないと帰れない。本当に？一緒に探そうか。迷惑じゃないかな。だって二人で探した方が早いでしょ。いい子。ちょっと怠け癖があるけどいい子だな、この子。芯の通った男だよ、君は。じゃあお願いしてもいいかな。あ、もうあたぼうよ。どんな見た目のネックレスなの？鹿の形をした翡翠が赤い紐で結ばれているペンダント。鹿でした。よし。じゃあ手分けして探そう。ありがとう。本当に助かるわ。わかった。こんなところに教室の椅子があるなんて妙だな。演劇に使ったのかな？確かに、こんなとこで、そうだね、こんなとこで寝てるなんておかしいよね。なんかあったのかな？
そもそもどこから来たかわからないんじゃ探すのも大変そうだけど。お、裏口。裏口？裏の部屋？あ、あった！これじゃない？何かが入ってる。これでしょ。でも届かない。あー、届かないか。あー、なるほど。古い換気扇だ。電源は入ってない。絶対これだよね。かすかな音が聞こえてくる。あ、これ風で吹き飛ばしたりできないかな。んー、なんかもしくは棒状のものとか。あ、傘あるやん。旗傘と、旗傘で合ってる。が、傘じゃないね。なんだこれ。傘か。と、学級旗。学級機かな。全校集会の時に使うものだ。うん。これこれ、バケツに傘が入ってる。傘取る。取る取る。壊れた傘。これだこれだ。これいけるでしょう。これで、違う。この辺に、あれ？どうやって使えるんだ？あ、これでいこうか。ほら。よし、行った！近づいてない？あー、来た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 ！白い鹿のペンダントだ。いいね。センスあるな。おしゃれだな、これ。シャレオツじゃん。てっきり今俺入ったから気づいたけど、このコートのポケットとかかと思ったわ。ガラクタと軍隊の古いジャケット。めぼしいものはないな。うん。じゃ、これは女の子に渡そう。あれ、いなくない？うろついてるだけか？あ、いない！え？あー、いた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 、びっくりした。へい。あら、めまいがする。ネックレスを見つけて早く帰ろう。いや、持っとる！持っとるか、君。これを、渡せってことか。はい。君のネックレスって、これ？そう、これ。よかった。ありがとう。いや、お安いご用よ。かわいこちゃんのためならお安いご用よ。あー、似合うね。どこにあったの？舞台裏の倉庫で見つけたよ。舞台横だった。どうやら、誰かが換気口に投げ入れたみたい。え？どうしてそんなところに？まあ、いっか。見つかったんだし。なんだろう、いじめとか？でもそんな感じには見えないよね、いじめられているようには。明るい女の子だし。雨が強くならないうちに早く帰ろう。そうね。あれかな、左の方から出れるのかな？近道とか言ってたもんね。斧田近道。それ坂道な。行こう。はっとくって書いてある。お。ああ、もう雨がこんなに。こういう時は本当は女の子に歩幅を合わせるべきなんだけどね。これ以上こう見たり危険そうだね。急がないと。お、なんか階段があるね。いや、雰囲気素晴らしいね、このゲーム。あ、なんか調べられるよ。この山はかなり昔からここにあるらしい。この山の、小さい寺院から落ちてきたと人々は言っている。宮って書いてある。お。なんだこれ。正門の脇にある警備員の詰所。警備員も帰ってしまったみたいだ。危ないね、それは。ここが学校の出口。うん。同じか。行ってみよう。お。これあれかな？あの、表札じゃなくて、なんていうの？あの、ほら。方向を示すやつ。え？どうしたの？橋が、壊れてる？嘘！そんな、嘘だろ？うわ！え？なにこれ？真っ赤だけど。あ、よかった。異常事態だよね。よかった。なんか、反応しないからそこに。普通なのかと思った、これが。なんで、川の水が赤いの？まるで、血みたいじゃないか。血？いや、こんな大量の血、何人の血だよ。やめてよ。あ、ごめん。そんなつもりじゃ。一体何が？よし。一旦落ち着いてみよう。落ち着いて考えてみよう。こんなことになるのは何か理由があるはず。うん。赤い川だなんて、ただの、濁流ならこんな色にはならないし。そうだ。多分こういうことだよ。上流にはいくつか工場がある。そこの奴らが台風のどさくさに紛れて化学廃棄物を川に流しているのかもしれない。なるほどね。本当に？大人たちが噂してるのを聞いたことがあるんだ。
なるほど。まあ万が一違ったとしても一応の安心はできるからね。ならそうかもね。それより橋が壊れてしまってもう町へ降りられないことの方が問題だ。確かにそうだよね。よく考えたら毎日たくさんの人が渡ってるんだ。もっとしっかり整備してもらわないと。台風で地震で壊れちゃったのかな、落ちちゃったのかな。とりあえず学校に戻る以外ないかもしれない。こんなところで雨に打たれてても解決しないしね。そうね、大丈夫。たかが台風、雨風をやり過ごせるくらいの備蓄は学校にあるはず。うん、しっかりしてるのね。あなたなら信頼できそう。あら本当、頼っちゃって。前向きに考えようとしてるだけだよ。あら謙虚。じゃあ戻りましょう。あー変更することになったよ。みんなまだホラー要素は少ないけどだんだんとなんかヤバそうだね。はあ、濡れるし疲れるし今日はついてないな。今はしっかり休まないと学校で夜を明かすことになりそうだから。あ、そうだ、ネックレスを見つけてくれたことまだちゃんとお礼言ってなかったわ。私はファン・レイシン、イン先生のクラスの3年生よ。レイって呼んで。あ、3年生なんだ。ファン先生、あ、じゃあイン先生。あなたは何年生？上級生だったんですね。先輩、僕はウェイ・チャンティンと申します。ウェイ君。そんな改め、かしこまる必要ないわ。なんだか落ち着かないからレイって呼んでいいわよ。レイちゃんね。レイちゃんとウェイ君。僕たちはあまり3年の校舎に行く機会がありませんが、厳しい環境だと聞きました。勉強漬けで休む暇もないって本当ですか？そこまでひどくないわよ。自分がしたいことをしている人もちゃんと中にはいる。もうすぐ卒業ですよね。いいな。毎日グオフォンを見なくてよくなるんだから。グオフォン？バイ教官のこと？私にはそんな呼び方をする勇気はないわ。なんだろう、バイ教官って嫌われてんのかな。あれか、厳しいからって感じかな。そのグアフォンだっけ、グオフォン別称なのかな。戦争で山ほど人を殺したって噂よ。あ、なんか修羅場をくぐり抜けてきてるんだ。やっぱ教官やってるだけあるな。僕だって本人の前では言えませんよ。みんなあの人の存在自体に怯えていて、あの厳しいとかじゃなくてなんかもう恐ろしい感じの教官なのかな。できる限り彼とは顔を合わせないようにしてるんです。えへん。おい貴様、そこに直れ。なぜ私から隠れる。さては憎き共産党のスパイか。へっ、うますぎる。しびるかと思った。は、何わけあやと喋ってんの。いちゃつくな、いちゃつくな。あはは、とにかく頑張りなさいよ。来年は君が卒業するんだから。はあ、気が重いな。2年生なんだね。ところでこれからのことですが、僕が校長室へ行って電話で誰かに助けを呼べるか確認してきます。それから倉庫からストーブを保健室から、あ、じゃあ倉庫からストーブを保健室から毛布を持ってきます。めちゃめちゃしっかりしてんじゃん。どこに何かあるか把握してんだね。それだけあれば夜を明かせるでしょう。それが良さそうね。私は何を運んだらいい？それには及びません。あなたはここで休んで大丈夫です。男の僕に任せてください。めちゃめちゃ男らしいじゃん。いいやつだなこいつ。聞き捨てならないわね。私をただの甘やかされた小娘だと思わないで。その辺の男子よりはしっかりしてるつもりなんだから。お、やる気だね。すいません、そんなつもりじゃ。別に謝らなくてもいいよ。